精鋭論壇へようこそ、司会の関さんです。中国共産党、中共の政権樹立以降、建国記念日から5年ごとに小規模な祝典を、10年ごとに大規模な祝典が行われています。今年2024年は中共が政権を掌握してから75周年にあたります。10月1日、北京で中共の高官らが参加する複数の公式祝賀イベントが行われました。多くの元老が姿を見せる中、胡錦涛と周陽気は終始姿を見せていません。素人は騒ぎだけを見ると言われますが、中共の政局に注目する分析家のような人たちは、こうしたことからいくつかの兆候を見出すことができます。本日のスタジオゲストは、大紀元時報総編集長の郭君さん、そして独立系テレビプロデューサーの李軍さんです。また著名な時事評論家であり、セルフメディアの司会者もされている陳博宇さんも本日はオンラインで議論にご参加いただいています。